部科学省職員横領で懲戒免職というね、西日本新聞の概要をお伝えします。文部科学省は先月30日京都教育大学に出向した際、教育講演会費およそ770万円を横領したとされる40代の課長補佐級職員を先月30日付で懲戒免職にしましたというニュースなんですけどね。いやーこれもね、いやこんだけあるとね、はい、こう文科省ってこういうのやりまくってたんじゃないのって思うでしょ、はあ、思うでしょ、はあはあ、なんか前川さんの時とかなかったって、うん、と思えないですよね。で前川、まあ、ビーチさんね、はい、まあ、前川ことビーチさんなんですけど、はい、ビーチさん講演会で裏口入学あるわけないじゃないですかって言ったでしょ、はい、多分あるんですねあるからあるんですよ、ね、あるんです、そんで裏口入学でしょ、それからあと、高級風俗接待この間出ましたよね、はい、そうですね、それから今回この、猫ババ、はいね、教育講演会費猫ババでしょ、どこまで腐ってるんだと。めちゃくちゃよ。でよく考えてみたらビーチさん何やってたと思います、こういう天下りですよねこれね、教育、京都教育大学に出向とかね、こういうの全部、まあ、これ出向だからまだ天下りじゃないんでしょうけど、これの天下りの斡旋をやってた元締めがビーチさんなわけですよ、元締めね、でそこで行った先でやりたい放題、でこれであの、まあ、例えば文科省の職員がね、はい、大してその、まあ、あのアカデミックな知識もないのに、大学にその教授として天下るわけでしょ、そうすると本当にちゃんと研究してた人が教授とかなれないわけですよ、そのど素人のね、公務員試験だけ受かっただけの、なんかもうその偏差値エリート、まあ、偏差値エリートでもないんですよね文科省って、あの偏差値エリートの中でも下の方のやつが何にも知識ないのに大学教授ですとか言ってなんか教えるんですけど、まあ、ちゃんちゃらおかしいことを教えるんですよね、多分なんかあのビーチの楽しみ方とか教えるのかもしれない、ね、ビーチエンジョイ法とか教えるのかもしれないですけど、よくわかんないですけど、まあそういうことをやって、でそのポストがどん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 そういう、まあ、天下りのやつに行ってしまって、下からちゃんと真面目に勉強している人たちが、まあこのあぶれてしまうと職人、まあポスドク問題ってありますよ ね、 ね、ポストドクターですよね、博士課程終わった人は全然職がなくてワーキングプアみたいな状態で、ね、あのだって各有ね、あの倉山満君ね、僕の後輩ですけど、はい、学会の彼もね30代37、8まで、あのまあ誰が殺した日本国憲法という本を書いて彼は、まあ、論壇デビューするんですけど、それ以前までは、夏期講習の時にね、あれですよ、あの成績桜川校のトーマスで時間講師やってましたからね、あの予備校という、そう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 、個別指導、個別指導で、はい、でもうこれはもうちょっとそんな食えねえんじゃあれだからさと、ちょっといろいろやろうよとか言って、そんで彼をこっちの道へ誘ったのが僕なんですけど、そうなんですよ、だからあの本当にね、あの世の中そういういいなんか研究とかしてる人でもなかなかねそういうねポストを得られないんです。本当宝の持ち腐れですよね、そういう方がね、で誰のせいかっていうと、このビーチみたいなやつが仕切ってて北朝鮮みたいになってて、でも逆らったやつはもう全部もう追放みたいなね、まあ憲法学会のちょっとこれはおかしいでしょ、憲法学者の人たちってみんななんかおかしいじゃないですか、まあ、正直申し上げて ね、あの会社が俺たちが決めるとか言って、憲法にそんなこと書いてないのに違憲なことを言って憲法を守れとか言って不思議な人たちですけど、ああいうのがなんで成立するかというと、もう全部これですよね、なんか憲法学者というより神学者みたいな方々ですもんね、そうですね、はい、まあ、悪魔の経典ですけどね、スコラ神学みたいな ね、 ね、本当ですよ、もうなんかオーメンみたいな感じだった、もうおっしゃる通り、頭こうやってこうあのやると666ってここに書いてある、いや冗談じゃなく本当になんかそんな感じがしてきますけどね、三輪車越えるって上から花瓶が落ちてきたりとかそろそろ、ね、もうこのギャーとかやって鳥飛んできて目つつかれちゃったりとかなんです、おご存じない視聴者の方もいらっしゃいますか、ダメですか、ダメですか、ひとまず、目つつかれて、さておくとして、教会の前行くともう、狂ったように子供が大騒ぎみたいな感じで、とりあえず、いやもう本当悪魔教団ですよ、はい、でその悪魔教団のもう大幹部がビーチさんだったわけでしょ、ね、この人が天下り斡旋っていう、もうあれですよ、法律違反ですよ、完全に、はいはい、アウトなんですよ、本当はだったら懲戒解雇の予定だったのに、はい、武士の情けで、じゃあ、あの自分で辞めたら退職金は払ってやるってやったら逆恨みして、安倍死ねーって今やってるわけでしょ、はい、どうしようもないよね、どうでもないですよね、今立憲民主党お抱え芸人みたいになってますけど、これでもね、あの検察かなりこれ捜査してて、で政治家の名前ももう2人出てますよね、はい、吉田信彦さん、立憲民主党、それから羽田雄一郎さん、はい、国民民主党、この2人の名前出てるのになぜかテレビで全然やらないんですよ、おかしいですよ、追及がその後ないですよね、ないですよね、なんでって感じですよ、でこれまあ私先週か先々週 の、 あの、別の YouTube 番組で言いましたけど、はい、経済ニュース最前線で言いましたけど、要は反安倍無罪なんじゃないのと、反安倍やってればもう何でも OK という、もうなんかデタラメなことを今テレビとか新聞はやってる可能性があるねと、
で前川はねもう素晴らしい官僚ですとか今持ち上げまくってますよねマスコミ、どうすんのとこれで、最終的にこの手のやつも実はビーチさんまで行っちゃう可能性あるんですよ、ね、寺脇さんも大丈夫なのみたいな思いますよ。そうですよね、東京以内のだから裏口入学に至ってはそのねえ、うん、かなり長い間継続して一定の枠がっていう話も出てきてるじゃないですか、ね、これ芋づるで言っちゃうとやばいし、あのこの間のねその、吉田信彦氏が、あの立憲民主党のね、はあはあ、その理事長と、その、まあ文科省の、佐野さんね、はい、合わせたんですけど、なんとその席に事務次官も同席していたということで、でこの事務次官挙げられるかどうかまだ分かんないです。あの同席してるだけじゃダメで、あのやっぱ職務権限という問題があるので、事務次官までいたとしたらね、やばいですねこれ。これはね、うん、あと政治家への波及はどうなのって思いますよね。だ吉田信彦氏はこの件に関してまだ何も、公にはですね、はい、釈明をしてないので、立憲民主党はですね他人に対して無罪であることを証明するっていうことを強要してますよね、他人に対して、ってことはもう自分の身内でそういうことが起こったら、もう他人以上に厳しくやらないと、はい、これただ単にダブルスタンダードのバカ政党ってことになりますよ。本当にそうですよね。あ、そうなのそうなのマジで。いやダブルスタンダードじゃないですかね、いやダブルスタンダードはもう間違いないですね、うん、このままいくとね、本当にだから、はい、この本当ダブルスタンダード問題って本当深刻で、もともとセクハラ問題ありましたよね、あのハイハイ青山さんとか、はいはい、チャック初鹿さん、チャック初鹿さん、まあ、タクシー初鹿とも言うんですけれども、いっぱい名前があって、名前があってね、はい、あのチャックさんと、ハイハイさんの問題があって、その時もなんかうやむやしましたよね、結局なんかね、なんとなく立ち消えになっちゃいましたよね。そうですよね、うん、それからあとあのガソリーヌさん、まあ、古くは山尾さんで、金の問題もうやむやにしてます、まあ、あれは民進党時代ですけど、はいはい、そして今回裏口入学問題で青山さんという名前出てきて、うん、でその畑さんは要はその谷口さんというそのブローカーに、銀海岸のパスを貸してたと、うん、あの政策顧問かなんかという肩書きで、はあはあ、でその議員会館のパスを貸してて、で実際にその、まあ、あの佐野さんとその東京医大側の理事長を引き合わせたのは、どうもその青山さん、青山さん間違えた、吉田さんですね、はあ、吉田信彦さんだと、はい、いうことが分かってるわけですから、これはねしっかりとね、無実であることを、国民の、隅々まで、全ての国民が無実であることを納得するまで、無実を証明していただかないと、ね、自分で自分のことを追及されたらいかがですかと思いますよね。盛りかけであんだけ騒いで何も出てこなかったのにね、これ出てきますよマジで、こっち騒いでほしいですね、これはまずいですよ。だって裏口入学なんて最低じゃないですか、ねえ、クビですよこんなの、マジで議員辞職者ですよこれ、下手すると、前川さん知らぬ存ぜぬですよね、今のところ目立ったコメントはこの問題に関してされてませんよね、前川さんは。ビーチさん今もう必死で証拠を捨ててるんじゃないですかね、いや憶測ですけどね、何の根拠もないですけど、いやだから本当にねこれビーチさんまで波及するかもしれないような大きな問題で、まあ多分政治家まで行くかな、どうかなと、国会閉会中だから今なら逮捕できますね、ね、捕まったらこれ徹底的にねやってほしいですよ ね、これ本当徹底にやらないとダメですね、はい、菅野保氏20年前にアメリカで女性に暴行というね、森友問題をめぐり世間から大きな注目を浴びた著述家菅野保氏について、7月30日発売の週刊現代が驚きの過去を報じています。この記事によりますと、菅野氏にはアメリカで女性暴行の加害者として2度にわたる逮捕歴があり、1度目は1997年、当時交際していた日本人女性を暴行したとして傷害罪で逮捕、そして2度目は翌年同じ女性に対して再び暴行し、家族や同居人への傷害罪で逮捕されていたということです。さらに記事は菅野氏が保釈中に日本へ国外逃亡を果たし、保証業者に立て替えさせた2500ドルの保釈金も踏み倒していることも伝えています。菅野氏は今回の報道内容について大筋で認めているということです。菅野氏は個人サイトで、ご指摘の内容は全て事実です、事実です、頂戴した質問状にある内容がそのまま20年前の私の姿です、あまりにも愚かでいくら反省してもしきれませんと謝罪の弁を述べているということです。いや今すぐテキサスに行って罪を償うべきですね。
これまだ事故になってないですから。そうですよね、はい、まあ、生きているというわけですよね、はい、保釈中に逃亡しているので事故にはなってませんので、今すぐテキサスに帰ってですね、罪を償ってから日本でジャーナリスト活動やられたらいかがですか、でこういうちょっと危ないところがあってですね、かつ日本に戻ってきてからもう婦女暴行2件やってますよね、はい、それがね日本でもやってるっていうのが ね、 ね、でその婦女暴行やってるっていうことがもう、いろんな、まあ、ネットにもそれからメディアにも出てるにもかかわらず、彼をですね指揮者として、まあ、テレビに出していた、出してたのが、まあ、夜ズバと、あともう一個あります、地上波も出てましたっけ、あ朝生か、クローズアップが黒源も出てましたね、NHK、 NHK のこれはもうあれですよ、まあ、あれですね、オウム真理教の TBS じゃないですけども死んだ日ですね、 NHK 死んだ日になりますね、これね、アウトだと思いますよ。でそのダブルスタンダードという点でいうとね、まあ、杉田水脈さんに関するね、はい、まああの身長45の記事、まあそうですね、まあ、あれ私本人にも言いましたけど、まあ、彼女はそんなこと言ってない全部読めばって言うんですけど全部読んでもね言ってます、はい、俺から見たら言ってます、ダメだと思います、はい、あまりにもそのこう人権への配慮という言い方をするとちょっと左翼っぽいですけど、あのね、彼ら本当に静かに暮らしたいわけですよ、でね、税金投入してくれなんて言ってる人いないの、例えばゲイのカップルだと男同士で稼いでるでしょ、結構豊かなんですよ、だから静かにさせてって人が多いのに、ほっといてくれでしょ、そうなの、だからそれを税金投入しろなんて言ってないのに税金投入しろみたいなことを言ってて、それがなんとかって、いやそれは違うよと、まあ、L の人とか G の人のカップルでね、お子さん育てようっていう人もいっぱいいますしね、そういるんですよ実際には、で例えば子供のいない夫婦は生産性ねえのかとか、いろそんなこうツッコミされるでしょ、やっぱりね、あの生産性って言葉を使うのがね、大失敗ですよ、ちょっとね、言葉尻をね、怪しとられる、いやで、そういうふうにもうあのそういうネタなので気をつけて書かなきゃいけないんですよ、もともとだからちょっとあれも非常に軽率だったし、あの言ってないっていうのは僕は多分成り立たないと思うんで、ちゃんとあの認識変わりましたとか、やった方、訂正した方がいいと思うんですけど、でもまあ、それであれだけね、国会前でデモやって叩いてんだったら、これ、菅野保つ、もっとひどいですよ。本当だから、現行犯なんですからね。現行犯というか、現行犯というか、まだだって、あれ、逃亡中なんですから。罪を犯してで、あの本人も認めてるわけでしょ、お金も踏み倒してるわけですね、そう、金踏み倒して逃亡してるわけで、で日本に帰ってきて似たようなことやってるわけですから本当に反省してんのかと、ちょっとこれはね、このケースは、しかも日本の婦女暴行は確か、あれですよね、民事訴訟かなんかで訴えられて控訴したんですけど、控訴も棄却になって負けるんですよね、あんま反省してんのかと、反省してないんじゃないのみたいに思われますよね、まあ常習犯とね思われても仕方ない内容ですよね、はい、さらに言うと、あの籠池さんにね、くっついていろいろやってましたけど、これはあの、花田さんが、はい、確か月刊花田ですかね、あれで小川さんがインタビューしたのか、はい、あれでバレてますけど、籠池家の息子さんがそうですね、息子さんがもうあの菅野保の洗脳が解けたみたいな感じでインタビューに応じて、で民団のなんか、社長、民団に所属している韓国系の人の社長から4000万円借りて、それでなんかね、あの裁判しようとしたりとか、でそれでもさすがに目が覚めたって言って、であの国会の承認喚問の時のあの籠池さんのね、あのまあストーリーは全部あの菅野が書いたとか、そうなんですね、はい、でまあ、菅野さんはこれ未確認情報ですけど、俺は共産党の命令で動いてるみたいなことを言ったとか言わないとか、そんなことまで、はい、なのでちょっとね、非常に問題が多いわけですよ、で死の方の問題の方がね、はい、よっぽど知りたいところですけどね、さらに言うとあの日本会議の研究というですね、まあ、ちょっと内容的には笑ってしまう本ですけれども、出版確か差し止めになってたんじゃなかったですか、まあ、あれもだからね、あの負傷者が出してね、盛り上げたわけですよ、で週刊スパ、負傷者の責任も結構追及されるべきですよね、これね、日本会議怒ってましたよね、いやだって日本会議がね、そんなに日本の黒幕ほど力があったら、なんだよあのしょぼい講演料はって話ですよ俺が何回断ったことか、日本会議の講演を、私存じ上げないんで、いやもうしかもね、分かりませんけど、いやもうちょっと俺言わせてもらっていいですか、どうぞどうぞ、日本会議本当に日本の黒幕だったら、なんであんな毎回段取りがしょぼいんだっていうそうなんです、ふざけんなっていうような内容で毎回来るわけですよ、そうなんですか、でなんかもうあの本当になんかあの少ししかお金出せないんですけどって、もう実際ほとんどボランティアみたいな感じで来いみたいな、あもうちょっと待ってよと、そうです、無料のお仕事はお受けしませんって感じで、もう 2,3 回断ってるんですけど、なんかよく分かんないんですよやりたいことが、もう黒幕の割にはかなりちょっとね、あの微妙なんですよ、それはね、でもあの本読んだ人で日本会議知ってる人はみんな言ってますよ、こんなすげえ黒幕だったらさ本当に素晴らしいんだけどさと、なんか残念ながらもう全くもってあのしょぼい組織なんですよと、ちょっとなんかユダヤの陰謀論じゃないですけどね、はい、なんかフリーメイソンのこう水増ししてこうイメージをね、日本会議なんかそういうレッテル貼られてる感じしますよね、バイブルになったんですよ ね、 ね、日本会議恐ろしいよ、ギャラ安いよ
本当、まあ、いやそんなこと言って俺も日本会議何回も断ってるんで、何回も断ってるんで、もうあれですね、私じゃあ左翼のヒーローになれるかもしれませんね。日本会議ね、ほぼ毎回断ってるっていうかね、何回かオファー来たんですけど、結局1回もやってないんですよ、日本会議。大高さんはいかがですか。2、3回これ安いでしょ。もうあまりちょっとコメントは控えさせて、でもほらなんかね、現場で一生懸命やってるとこ見るとやってんだけどさ、もうなんかみんなね片手間なんですよあれ。あの本業があってみんなねボランティアでやってるので、はいはい、だからねもう結構その段取りがね、うん、あのもうなんかこっちで来たオファーと同じオファーなのになんか違うこと言ったりとかよくあるんです。まあちょっとね、黒幕じゃないですか。黒幕だったらもうちょっとちゃんとしてると思うんですよね。俺はですか、もうちょっとこれも持ってると思うんですけど、ちょっとその黒幕感がね俺らの中ではね、どうなのって感じですよね。これが日本仕切ってるとしたら日本大変だなっていう。菅野さんジャーナリストになんでこんなね、だって本人もだってこれちょっとなんかね、あの全部が全部本当ってわけでもないみたいなことをなんか言ってたのかな、なんか、まあだからそういうね、まあ、ちゃんとその査読というかですね、その経歴とかをしっかり調べないで、でそのまあ気鋭のジャーナリストとして持ち上げてね、地上波とかでも使いまくってたわけですよね。でこれに対する反省は多分何も出てこないと思うんですよ。まあ奥の院みたいな言い方だと日本会議よりよっぽど菅野さんの方がありそうですね。いや本当ですよ。でこれはね結局ね、あの同じなんです、あのオウム真理教を使ってたのと同じだしね、まあ一緒にしちゃいけないけど、古くはね、弥生純一さん、はいはいね、それから川口博さん、ね、はい、ね、ウーマの川口と、はいはいはい、UFO の、ね、あの弥生、はい、この二人だって同じですよ。それからあとあなたの知らない世界に毎回出てた解説の心霊評論家の人いたじゃないですか、新倉岩尾さん、新倉さん、新倉岩尾さん、あなたの知らない世界、ね、すごい穏やかな、もう葬儀屋のおじさんみたいな感じで出てきて、新倉岩尾さん、なぜか商店の構成にも入ってるっていうね。放送作家だったんですか。そうですよ、商店、マジで商店の構成新倉岩尾さん入ってますからね。そうなんですね。なんかちょっとグレイブエンカウンターズ1みたいな感じになってましたね。それってまたこういう名詞、マニアックな、こういう名詞が飛び交う、グレイブエンカウンターズ1でもほらあのゲイの心霊、あの霊媒師みたいなやつが出てくるじゃないですか。で実は仕込みで、俺明日オーディションがあるんだよとかでブチ切れる、なんかあのその辺でとどめて、本当にそれから先になるとちょっと専門性がこう、ね、う濃くなりすぎますので、はいはい、まあいずれにしてもちょっとお話戻しますと ね、これだからあの本当にあの、杉田さんの発言なんかよりもこっちの方がよっぽど問題で、これをだから何も考えずに使っていたというか、その盛りかけやれるからっていう理由だけでもてはやしたテレビ、ね、新聞、それから雑誌ね、これ全部反省しないとダメですよね。で私はもう今すぐテキサスに帰って、あの罪を償うことを、お勧めしたいなというふうに思いますよね。そうですね、はい、時効にはなってない。杉田さんへ その、まあ、便乗バッシングが同行している部分もあると思っていて、便乗バッシング、はい、すごいですよ。昨日もなんかネットに出てた記事で、その彼女の過去の発言、まあ、書いたものを全部こう出して、で例えば慰安婦も代とかでもすごい鋭い質問したり活躍してた部分は認めてあげたいのに、そこまでも上げ足取られて、ただ単にその男性 の、 その弁を代弁したジャンヌ・ダルクになったという誹謗中傷的な見方での論調に一緒くたにまとめられていて、それは全然違う話で、功績は功績で認めるべきですし、全てをねバッシングっていうのは本当にこの悪意を感じますね、異常な、そうそう、だからあの菅野保氏もね、ちゃんと罪を償って、ね、で日本でも、まああのそれで日本に戻ってくれば、また再びジャーナリストとして活躍できるんじゃないですか、だからやっぱりあのね、やったことに対してやっぱりしっかりとした責任を取るということが大事だと思うんで、杉田さんもあの発言まずかったんで、あの発言については、まあ、ちょっと自分なりに修正していただいた方がいいかな、なんか稲田朋美さんからなんかお叱りを受けて、で自民党のなんかその手の勉強会に来なさいということになったというふうに新聞報道ではありましたけどね、はい、まあその自民党の要は方針と違うことを言ってるので、はい、あの古谷圭司さんがね、この虎ノ門ニュースに出て LGBT のことを語ってましたよね、あの有本さんと、あれ非常に良かったなと思うんですけど、あれがまあ党の見解ですよね、自民党としては、はい、でそれとはちょっとだいぶ違うんじゃないかということで、まあ、あの何人か今回ホームページに、ね、そうですね、はい、そういうふうに言われてますので、まあ、あの結局ねあの LGBT を利用して、政治利用してですね、あの全然そんなのどうでもいいと思ってるやつなんですよ、どうでもいいと思ってるやつらが政治利用して、それでその、まあ、安倍氏ねってやろうとしてるわけですよね、結局でツイッターであのすごいリツイートされてたやつでね、あるゲイのカップルが、その、まあ、挙式を挙げたらしいんですよ、そしたらその活動家のやつらが
が来て、で君たちもカミングアウトして僕たちの運動を手伝ってくれないかって言われたんですけど、いや俺ら別に男2人で稼いで儲かってるというかね、別に生活困ってないし、いや静かに暮らしたいだけなんでとか言ったら、自分だけ幸せだったらいいのかこの差別主義者めとか言って捨てセリフを残して帰っていったっていうのが、まあ、ツイッターで本当かどうか分かんないですけど、そのあるゲイの方がねツイートしたのがすごいリツイートされてたんですけど、大きなお世話ですよね。大きなお世話なんですよ、ね、だからその運動やってる人っていうのも全体を代弁してるわけじゃないですからね、はいはい、そこはちょっと勘違いしないでもらいたいと、くれぐれも見極めないとね。そうですね、声なき声もあるし、それから LGBT のレインボーパレードにも立憲民主党のやつとかすごい入ってきて、なんだよこいつらっていうふうに書いてる人もすごいいっぱいいました。そういうところに、そうなんです。だから活動されてる方は結構なんですけど、全体を代表してるような言い方っていうのは明らかに言い過ぎだから、はい、ああいう人たちいっぱいいて、社会にはね、で実際にも今のままでいいと思ってる人もいるので、そういう人たちにもちゃんと配慮しないと、全体を代表してるかのようなことやって、しかも政治運動に結びついたら、これはただ単にその運動乗っ取ってね利用されてるだけじゃんということになると思います。すでにその状態になってますもんね。まあそうですね、高らかにそういう宣言をしちゃってる活動家の方もいらっしゃいますので、はい、寄り添うふりして利用するみたいなね、悪質ですね、はい、まあ、隙間産業ですからね、筆坂さんに言わせるとね、今のね左翼業界っていうのは、だからそれはね本当に気をつけてもらいたいなと。だから誰が全体を代弁してるのか、全体じゃなくてあくまでも一部の声だったりもしますから、はい、だからこの間国会前でまあわーって言ってた人も、その LGBT の方のごく一部の人だと、全体を代表してるっていう証拠はどこにもないので、はい、で実際に同じ YouTube でやってるカズヤ君のカズヤチャンネルなんかにゲイの人からいろんな声が寄せられてて、それを彼は紹介してましたけど、まあ、いろんな見方があります。彼はもうすごく多様なので、だそういう多様性を認めるのがそういう運動なんじゃないかな、ね、あくまで本来はそう、矛盾してないって思いません、うん、はい、結局運動家ってそうなりがちですよね。ですよね、協力、うん、になる、はい、うん、ちなみにアメリカはね、ゲイの、ね、ネオコン、はい、まあ、ゲイコンというのかホモコンというのかあるんですけど、最強硬派らしいです、はい、いるそうです、はい、そのゲイのもう超保守派、それなりのなんかこう団体団体というか形成してるんですか、まあ、あるみたい、そういう勢力があって、ネオコンの中でも最も最強硬派がそのゲイのチームだそうです。すごいですね、強そう、ね、ビレッジピープルみたいなやつが出てくると思うんですけど、わからないです、勝手にイメージだけで言ってますけど、まあ、いかにもアメリカのねアメリカン、ゲイコンサーバティブはめちゃくちゃ強硬派らしいです。もうボルトンなんかよりももっと強硬派みたいなのがいるらしいです。それはそれでちょっとね、はいはい、怖い気もしますが。